こんばんは、国尾です。さあ、今日は、えっ、ー、と、YouTube 国尾チャンネル初、全くライブも何も関係なく、取り上げたいミュージシャンということで、お届けしましょう。岡村康幸さん。岡村ちゃん、康幸ちゃんなんて呼ばれておりますね。彼の音楽について振り返りたいと思っております。お付き合いください。もう、 すごく,古くからの大ファンです、ね、もう彼の何というのかな、うん、こちらファーストアルバムありますけどイエローでこちらセカンドのデートというのがあってまあもう、まあ、僕例に漏れず最高傑作家庭教師というのは僕もそう思いますけどねこれ何回かに分けてにしますから飛び飛びになるからねその何回かに分けてにしますけども。 まあちょっと彼の魅力、うん、そして、えー、知らない人にも届けられるようなあ内容というのを目指し話していきたいと思いますではまず、えー、と僕と岡村康之さんの出会いというところ、ね、そこから「国をチャンネル」なんでスタートしたいと思います付き合ってねえー、っとねもう中学時代とかになりますね長いですねうん何で 知ったたかと言らあれですよシテ,ィーハンター、ね、シティーハンターのエンディングテーマがこのデートにも収録されております「スーパーガール」という曲ですね。ダーリンですよ、ね、いい味。まあ中学ら1年生だったかな。子供ですからこ,こっちがねこっちが子供ですから。 まあ、変築臨な貸し回ししやがってというところから入るわけですよ。知識ないですからね。でまあ当時 c d ルラジカセなんていうのが中2ぐらいになると何ていうんですかね大普及しだすんです我々。中2何年かっつうと1989年ですねこれがもう大流行でまあ漏れずそれまで なんうんですかカセット2つのラジカセしか持ってなかったんですけど、まあ、これはもう買わなきゃいけないということで私 c d ルラジカセはちょっと後手後手に回って結局パナソニックのね RXDT7 というやつを購入するんですけど、まあ、それに至るまでねちょっとさまざま CD に関してとかはあの羨ましい思いを数ヶ月しながらカセットにとって聞いたりなんかしてたんですけどねまあそういう時代ですね。 もう今の子は何も知らなくていい大丈夫そのままで大丈夫 <laughs> まあ当時なんていうのレコード屋というのはこのサイズのレコードをおーラックそのままだったんで輸入版なんかこれ半分にしてかなこのサイズであの底上げ底みたいにしてんですよ CD の,の倍の大きさにしてそれでラックに入ってたりしてそれがすごくなんていうか円高の時代だったからアルバムとかはあのマイケル・ジャクソンなんてね デンジャラスとかあんなの900円とかで売ってたんですよ近くの電気屋ディスカウントショップとかで,で海外のアルバム900円なのに日本なし高えなって3000円、ね、2800円ソニーのやつしてましたし東芝 EMI とかあの辺だと消費税3%導入だったタイミングだったりしたんで3008円だった記憶ですアルバム一枚ですよまあそれは今と変わらないの不思議ですけどね もう世界最高級のあのー、価格帯で CD レコードが売られているのが我々の住む日本ですさあさあさあそれで何を言いたいかと言いますとえっとそんな中で CD1 枚買うのは中学生にとってはもう死活なんですよ外すわけにいかないそれでですねデートなんていうのまあ買うんですけどこれね買ってえー 二8 0 0円かね買うでしょスーパーガール入ってるから買うんですけどそれで再生して「でで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 でうん <laughs> あのスタートなんですねこう <laughs> しまったーと思うんですね最初あ,ーこあーそっちかーって <laughs> で一回全部聞いてみてあーちょっとや,やっちゃったかな っていうね、子供ですから最初思うんですよで他のアルバムとかまあ当時ね時代的にはユニコーンなんての方が流行ってたんですねうちのあの学校というかクラスなんですよねまあそう,そういう時代ですよで「ダダダダダダダン」をいいことにしていかなきゃいけないんで何回も聴くわけですで何回も聴いて これが不思議なことにねそんなに時間かからずねこれいいなってなっちゃったんですねなっちゃったんですようんこれはすごいもう音楽曲もさることながら聞いたことないやつ聞いたことない節回し橋やあと歌詞ですよね いやすごいよもうこれうんっと撮ってみるか本当にすごいの、ね、このアルバム今見てもうんいいな「いけないことかい」ってこれね僕のこれ見てくれてる人は半分以上ぐらいはハロプロツンクさん好きだと思うんですけど YouTube にまだあるかなつんくさんがこの「いけないこと会、このアルバムの最後に入ってる「いけないこと会なんですけど完コピしてるライブでのバージョンがあってもうあれ二度と聴けないわけじゃないですかつんくさんの岡村康行愛もやばいっすよこれは聴いてほしいうんこうとにかくこのアルバムすごいですちょっと戻し、うん、戻さなくていいか、まあ、戻すか 語るか、うん、<laughs> えっとね1曲目さっき「ででででででで,でうんあれ「ナインティーン」って曲なんですけどこれもすごいんですよ、うん、サ,サビとかがもう「あなたのドレスのジッパー外して」ですよ分かんないね <laughs> これもう聴いてほしい、うん、いつもこの音の表現が難しいんですけど聴いてほしいですで「スーパーガール」が2曲目入って 曲曲目は生徒会長という曲ですねこの生徒会長も驚く、うん、音数少ないんだけどもう安し「安雪ゆき武士」フルもうフルに出てきてるいや驚くねで「ライオンハート」これスマップじゃないよ「ライオンハート」この岡村康之さんバージョン「ライオン」バージョンも何も岡村康之さんの曲なんだけどこれ聴いてほしいですねいいあと「意地悪もこれいい曲 多分ね、及川光弘さん,うーん、まあ、ミッチーですよね。ご存知だと思います。及川光弘さんなんかの世界観、この意地悪とかある、多分すごくあったと思いますね。うーん、いいね。で、で、で B 面入って、B これ、レコードが B 面になるんだけど、デート、これも、ね、アルバムタイトル曲ですけど。 もう素敵よくなっちゃうんですよ。もういいねしか言わなくなっちゃうけど。で、どうかしてるよ、もうこれナイスバラード。ナイスバラード。どうかしてるやんですよ。お前がだろうと。続けます。えー、っとね、打ち合わせ。これ大好きですね。大好き。もう明るい、かわいい岡村康之。かわいいんですよ。あの、子供ながらに。 この,この兄ちゃんかわいいなっていうねあでもゲイでとかでないですよ全然そういう方向じゃないですよだけどなこれなっちゃうんだよ知らない人は本当に聞いてみてほしいね「不良少女」これはね、うん、僕この歌詞歌詞超大好きで自分があの演奏して僕長い間演奏したりしてたんですけど歌ったりとかもしてたんですけど知らねえよって人ね してたんだよ <laughs> で、不良少女は僕カバーしてたんですよね知らねえよって話でしょうけど何、まあ、か機会があったらお届けしますないかも <laughs> それで最後いけないことか先ほど言ったつんくさんがカバーする曲でね終わるんですもう本当に素晴らしいアルバムね、まあ、ひとまずこれ置きましょう美、ね、オちゃんごめんねて、ねね、落ちそうだけど さあ話戻しましまょうでこのうーデートとアルバムとかをきっかけに、えー、僕は岡村康幸さんの世界観に入っていっちゃうわけですね。えー、と彼当時僕中学生だった時に、えー、と後にまた「オールナイト・フジ」という番組に菅、えー、さんこれ面白いでしょアップフロントですよ菅さんと一緒にまだ愛は「愛は勝つ」が売れる前の菅さんですねと一緒に岡村康幸さん出てるんですね。それも録画してて よく擦り切れるまで聞いたなんていうのあるじゃないですか？聞くじゃないですか？擦り切れるまで聞いたタイプですよ。うん、ピーチクリスマスっていう曲とうん。あのピーチタイムをやってんだよね。それがこの後々に出るアルバム。うん、まあかなんすかな？バイパスになってんのかな？ 家庭教師さっき言った名作のバイパスになってるのがタイミングですよねうんなんかすす今考えても岡村康幸さんのデビューが多分これ87年なのかな87年88年89年90年ぐらいまでですよねうんありこんな人見たことないありえないうんどの作品もまあアルバム どどんどんイエローデイト安行きそして、まあ、ベスト版挟んでの家庭教師ということなんですけどありえなないいいんですようん聞いてもらうしかないうん僕松田ちゃんの「ファーストキスが」が最高の傑作というふうに言っているんですけどそれは理由があってやっぱりこの岡村さんのエッセンスを取ったつんくさんがソロの 少女に歌わせたそして僕が1,000回以上もおそらくフルで再生しているそれがファーストキスなんですけどその次で言ったらね僕岡村康幸さんの「家庭教師デート」「康きとかですかこれねもう匹敵多分でも松浦ちゃんのファーストキスの方が効いてるの結果的に。 不思議だけどね。うん、でもねそ,そこの伏線岡村康幸さんないと僕多分ないですね自分の音楽を聴く耳の限りなくルーツに近いザ・ビートルズがそういうところを覗いていくとルーツに近いなっていうふうに思いますで岡村康幸さんのとてもいいところもう,もう2つぐらいいけちゃうんだけどちょっと自分で考えながら話すね、えー 岡村さんのいいところ彼自体が彼自身が、えー、っと持っていることを多分そんなに考えずダイレクトにぶつけている言葉というのがねなんか時代つかんでんすよねもしかしたら早,早いそういう音楽に中学生の頃出会えたっていうのがなんか不思議っすねなんか僕の耳がもし まあ,未熟まあ今も未熟なとこたくさんありますけども,もしそのあなんかファールとかアウトみたいなのをなんていうのかな除外させ,させないで除外しないで済んだっていうのはもう岡村康之さんのおかげですね。うん、あと音だけじゃなくてねかわいいだけじゃなくてちょっと「あやばいやばい」って言われるじゃないですかほ本当にやばい感じなんですね。 お前それはその理由だろうっていう人いるかもしれないけどもうど,どっちでもいいですあの受け手はもう子供ですしでダンスなんかも僕結構踊った口なんですけど影響されましたね彼のルーツとかのねあのダンス、まあ、マイケル・ジャクソンプリンスももちろんあると思うんですけど、まあ、ジ,ジェームズ・ブラウンみたいなノリフィーリングそういうところとか もうたくさんビデオを見て勉強しましたよ。これ今踊ってたのがってあるかもしれないけど、それは今度ちょっと踊ってもいいよっていう話です。ね。<laughs> 特に下半身のね、あの腰から、えー、くるぶしぐらいにかけて、まあなんつうかなか,かとかなとかの黒人特有のダンスを和風に解釈してくれていて、あ日本人の骨格とか体だとこう踊ればいいんだっていうところが。 もうスーパースターをどう語ればいいかっていう話ですよでもうもう一個ぐらいいいとこ言っとこうかえっ、ー、とね歌詞がまず最初も言ったか歌詞がいいのこれあのスターの歌詞じゃないんですすごくどうしようもないだらしないよく言えば等身大でもそんな等身大のやついるっていう等身大 これが魅力ですよ子供ながらこういう感じでいいんだっていうふうに思わせてくれたっていうか同い年の、ね、僕尾崎豊さんも大好きなんですけど吉川浩司さんも大好きなんですけどねキッ吉川浩司さんなんて当時コンプレックスもう僕の時代はコンプレックスの影響がさっきの CD ダブルラジカセ、ね、世代が中学生だったもんですから。 そうすごくそれは大きかったですけどうーんやっぱ岡村康幸さん尾崎豊さんってすごく二大巨頭ですね。尾、まあ、崎さんはまた今度の時にお話しますけど尾崎さんの場合簡単に言ったら何ていうかもう異常なストイックさなんです。岡村さんの場合は同じストイックさがあったとしても割と割となんかあの着地してるんですよね。岡村さんのの方がともすればあの 着地点ががなかった気がする尾崎さんと尾崎さんが着地してなくて岡村さんは何か着地しながら飛んでるようなね尾崎さんも聞いていただけたらと思いますけどねうんこういうお話は例えばなぜしているかというと音楽語る上でやっぱり自分のルーツというのをう自分もこうやって確認しながらですけどもなんか DJ をやったりとか何か届ける時にこの人こういう風な流れで聞いてあ今のマクロスでもいいしハロプロでもですよね取り入れてあの、えー、届けてくれてんだなぐらいなのが分かってくれたらいいなという風なのが思ってます。あなんかね男があ男に惚れるみたいな人たちって僕実はそっちは圧倒的に多いんですね。 うん、これをどうやって届けていけるかっていうのをう、まあ、模索している人生だったまだ生きてるから人生なんですけどセンくさんもすごいしね YouTube なんていうのはこれフルに、ね、僕が聞いてきた音とか体験談みたいのを喋っていくっていうことでも活用できるのかなとは思ってますまあ文章だと音じゃないじゃない、まあ、文章にもリズムはあるけど 声の方がリズムもあのあこういうフィーリングで届けてんだなっていうのもあ感じたんだなっていうのもね分かりやすいと思うんだよ僕もその方が伝えやすいし撮りやすいなので岡村康之さんという出会いと音楽の話っていうのはちょっとシリーズ化してお届けしていきたいななんて思ってますね今日ちょっとこれきっかけにデートなんて聞いてくれたら嬉しいですし まあ、シティハンター見ててあ,あちょっと知ってるよなんていう人いたらねええー、シティーハンター見直してもいいけどそこではあまり岡村康幸さん感はあんまり分かんないかもしれないからできればデート・ゆき家庭教師というイエローもいいんですけどなんか三部作的にするとデイエローはその後で聞いてもあこれはプロトタイプの岡村康幸さんなんだねっていう感じがします。 ポップアルバムとして全然あの傑作です。ねそういうことを今後もちょっとお話ししながらで今やってる自分の活動につながるものなのでしっかりそこもお届けしながら「国をチャンネル」やっていこうと思っております。えー、でじゃあこのうチャンネルのこのコーナーの最後にえっ、ー、と僕が岡村康之さんでえっ、ー、と得たインスピレーションというところ まあそれをどういうふうに今表現しているかという話もして終わりたいと思います。えー、結果的に彼の歌詞の世界そして彼のステージの世界非常に夢があるそして自分の今持っているものというところの隣にあるものをこうチョイスしている感覚これを僕はこの YouTube チャンネルでも、まあ、パーティーでもどっか遊んで飲みに行く時でもお皆さんと一緒に共有したいっていう気持ちがとても強い人間です。なので コンセプトというのは常に隣にあるものそしてそこから生み出せるお互いのものなんだろうっていうのはね答えがないんだよ <laughs> ないんだけどそれが楽しいじゃないのっていうことでございました、ねはあ、音楽はいいよあと、うん、なんか持ってるフィーリングある中で飲むお酒もとてもいいと思ううんか,あらからだ ね、なんかデータとかいろいろ見ると体に悪いみたいに思うけどストレスでねあの自殺した亡くなっちゃう人っていうのたくさんいるじゃないだからこれ見ててもし外に出たこともないだし音楽聴いてて僕と会ったことないでもいいんだよなんか悩んでんだったらなんか考えてるんだったらもうこれぐらいの感じのやつ隣にいるぜっていうことを分かってくれたら生きてる価値をお互い共有できちゃうんじゃん。 そんな感じです今日は。ではまあこれからも YouTube チャンネル楽しんでいこうということで終わりたいと思います。国をチャンネルでした。またね。